5番アイアン。はい、まずこの5番アイア,アイアンというクラブはどういうクラブとお考えですかそうですね、あの、えー、14本あるセットの中で一番真ん中のクラブという、はい、まあミドルア,イアンと言われてますから、えー、まあそうなんですけども一番真ん中のクラブだと思われていいと思います。ですからまあ、ドライバー、ロングアイアンというものが難しいクラブの部類に入るならば、えー、そのショートアイアンというのが優しいクラブと。 その間のクラブ、ですからスイングを作るクラブだと思うんですね。これでスイングを作っていく。と、はい、そうするとやっぱり一番基本に忠実に振っていかないといけないということになんですか。そうですね。<ー>はい。だから一番基本に忠実に振って一番優しく打てるクラブ。ええ、うんなるほど。はい。ちょっと打ってみます。はい。お願いします。まずフェースの向き、それから方向、スタンスの方向ですね。それから腰の線、肩の線。はい。それからボールの位置。はい。 ピンまでまっすぐ飛んでいって。ちょっと右目に落ちましたが。ナムさんの頭の上から取っています。回転がよく分かってるが。かはい、少し左足を下げて、はい。バックスイングを上げた時に <A>、えー、胸と腕でできる三角形がほとんど崩れない <A>。はい。から上がったところから、そのまま降りてくる。はい。いうのがよくわかりますね、はい。それから、あと、打った後は、よろみなく回転していると、うん。 確かにフォローするが大きいという感じですね。はい、そうかといって、無茶ぶりをしているわけでも。な、はいすでに体のバランスを保ったまま、最後まで振り抜いて。ええ、で、打った後一番大事なのはですね。打った後、自分の飛んでいく球を。その左足に体重が乗ったまま。ずっと見てられる。はい、要するに、このバランスですね。このバランスの良さを保ってなきゃいけないんです。これが崩れてるといい球筋は出ないんでしょうか。はい。うん、出ないですね。はい、で、例え出たとしても、それは。 たまたま当たって出ただけで、ええ、なるほど。えー、ここに。はい。